はい、皆さんこんにちは、サンディです。今日は前回ね、友達にいただいたエルフのパレットを使って苦手なオレンジリップ克服しようって思ってこのメイクをしてみました。あら、chicos y chicas、 bueno, hoy día voy a usar la paleta que me regaló mi amiguita Jenny, que es de Elf, y voy a hacer un maquillaje para poder usar labiales anaranjados, porque muy poco usoLabiales anaranjados, así que voy a hacer un maquillaje para que pueda combinar con esos labiales que no estoy usando actualmente. Así que vamos a empezar. はい、で今回は、私がねちょっと苦手してる口紅の色があって、それがこのオレンジ系の色になります。それで今日はちょっと苦手なこのオレンジ色に合ったメイクをしたかったので、まあね、どんな感じになるかちょっと試していきたいと思います。で今回は、ミラニのものが2つあって、1個が01のスイートネクターっていうのと、もう一個が03のオレンジジーナっていうのを使います。でまた名前を載せていくので、分かんなかったらそこに載せておきます。あとニックスのやつで、これは何色、511っていうのかな、こういう色になります。で、あとは最後にアナスイの600番。でも、これもちょっとピンがかかったような感じだけど、最近全然使ってないので、それをちょっと塗っていきたいと思います。Y bueno chicas, como le conté, al principio estoy usando labiales que muy poco uso, que viene a ser tonos anaranjados. なんかこれはツヤツヤで、キラキラがすごいついてる。で、これはティッシュを、寝るとちょっとは落ち着くけど、まあ、そういうやつは、そういうやつです。こんな感じ。なんかすごいクリーミーだな、これ。こんな感じです。で、私ベタベタしたのは好きじゃないから、ティッシュでちょっと取ってふんってそしたらいい感じかも。あ、そうだ、忘れてた。どれだったかな、ライムクライムのオレンジもあった。そうだ、これもある。これもつけてみよう。変わるかな。そうそう、このユニコーンの入ってるやつ、これもかわいいね。マイビューティフルロケットロケットっていう色でもあまり使わないんだよね。なんかこうオレンジが
苦手しちゃって自分の中でそれで使わないんだよね。でも苦手的にミックスに似てる気がする。さっきのミックスに似てる。じゃあキラキラがそんなにない、こんな感じ。キラキラがそんなにないね、ミックスに比べて。これも名前載せておきます。なんかこうしてみるとオレンジも悪くないかもしれない。多分わかんない。オッケー、これで最後ね。アナスイのこれかわいいよね。アナスイって入れ物は600番になります。でこれはもうちょっとこうピンクがかったような感じだから、これは使えそうかもって、なんかもう一回引っ張り出したら思ったこと。じゃあつけます。なんかやっぱさ、夏で暑くなってきたから今度とかね、だからすごいクリーミーに感じる。自分の色合いがなんかピンク色だね。思ってたよりもピンクより、うん、もう悪くない、悪くないけど、このペタペタ感が嫌い。で、このペタペタ感が嫌いなので、ティッシュちょっと取る。うん、いいんじゃない。これが一番いいかもしれないっていう感じで、今日のメイクは終わり。またね。